区では墨田のものづくりの魅力を PR しようと、昭和60年から墨田 3M 運動を展開していますが、その一つが墨田マイスター。墨田マイスターは技術の継承と新たな技術者の育成を図ることを目的に、区内の優れた職人を認定する事業です。そんな墨田マイスターに新たに認定されたのが、江戸文字書き職人の大石智弘さんです。江戸文字とは江戸時代に盛んに使用されていた図案文字の総称で、大石さんは素材に合わせ道具を使い分けながら、さまざまな種類の江戸文字を書く技術を持っています。大石さん、はい、そもそも江戸文字というのはどういうものなんでしょうか。はい、いろんな、諸説いろいろあるんで、こうだっていう答えはまず、ないんですけども、まず一つは町民たちが寺子屋なんかでもって武士から字を教わるんですよね。で、自分たち字を覚えていくと、要は字を書くときに、書く人間によって活字が変わってしまうと、物事だから間違って記録されたりとか、それを恐れて点の位置だとかをこう非常に細かく決めてきて、そういうお家流っていう字に対して、要は自分たちの自由だからそれぶつけていくわけですよね。武士 その権力に対して一般町民たちが負けてたまるかって、そこにいろんな、だから生きだねって言われるような、そういう気持ちをだから込めたものが江戸文字になったんじゃないかなっていうふうに思います。大石さん、具体的な江戸文字の特徴を教えていただいてもよろしいですか。江戸文字っていうのは、とにかく江戸時代に江戸でデザインされた文字、全てひっくるめて、だからいろんな形ありますけれども、僕らが使う字っていうのは、この提灯なんかに書く字は籠字っていう字が、籠字、墨だと書いてありますね。籠字、籠字っていうことは神様仏様のご籠がありますように。そういった意味があるんですね。こういうところ、ちょっとだから端っこのところ、とんがったところ ありますよね。でこれをちょっと上に向けてあげることによって、運気が上に向くっていう、そういうふうに、だから運気が上がるようにって、こんな細かなところにも、だからデパートの、例えば日本橋のデパートの三越さんのマークにも、腰っていう字が入ってる、ありますけれども、あれにひげがついてて、要するに千の羽みたいなですね、数が七五三になってるんですよね。子供の成長を、祈りするお祭りですけれども、百貨店も子供と同じ大きく成長しますようにっていう願いがそのマークに込められてたりとか、そうなんですね。ですからいろんなところで、そういうところにも、だから気持ちが込められてて、本当に江戸文字には本当に隅々細部まで、そういった思いがギュッと込められた、そういった文字なんですね。それでは私も江戸文字体験させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ここに漢字を一文字書いていただくんですけれども、大事なことはこの四角の中に大きくまず書くということです。で、その線をとにかく太くしていくっていう、そしたら漢字一文字ということで、笑顔の、笑うという字にしたいと思います、大きくとにかく字書くと、漢字の力っていうのは本当不思議なものがあって、気持ちがめいている時でも、とにかく字を大きく書いていると、なんかだんだん、和やかになってくるっていうか、静んで暗い顔してきて、子供をね、うちに来た時にもう帰る時になんかね、ニコニコしながら帰っていったりとかね、嬉しいですね。だから字の力ってすごいなってよくね、こんな感じでよろしいでしょうか。まだ隙間があるかしら。で今ご自分で塗っていただいた、これはお客さんが座ってる席なんですよ。これはそれで客席にしたら分かりやすいようにってことはやっぱりもっと大きくたくさん塗らないと、お客さんが観客がいっぱいにならないということ、ぐっとこうお団子入れてあげると、お団子入れるんですね、それから、ここももう思いっきりしましょう。で普段これねこう書きますけど、そうするとここのとこどうしても開いちゃうので、開いてしまいます、これ少し横へ持っていきましょう。で縦棒は特にやっぱり柱なんで、太く言ってあげると、柱は太く、うわすごく埋まりました、客席が、ちょっと広げてあげるだけでも字の表情が変わっていくね、全く違いますね。できました。じゃーん、すごくもう本当に無心になって、なんかこう筆をこうやって動かすのが楽しかったです。大石さん、墨田マイスターに新たに認定されてどんなお気持ちですか。とにかく僕は外から来た人間で、墨田に移ってきて、なんかこれでやっと本当の墨田の人間になれたかなっていうのが実は
一番率直な感じなんです。それで隅田の人たちに実際だから独立してから育てられたわけなんですよね、はい、だからそれを何かの形でこうお返しできたら、例えばだから実演なんかに行った時に今一番嬉しい言葉っていうのが、隅田すごいねって言われるのが一番やっぱり嬉しいんですよね、はいはい、うん、こういう職員たちがまあいるんですよって言って、で実際にやってみせるとみんなが隅田すごいねっていう言葉をまあ、聞くのがもうとにかくなんか生きがいみたいに、はい、もうぜひだからこれからもそういうことを何回も聞けるように頑張りたいとは思っています、はいはい、これからもここ隅田で江戸文字の魅力、はい、広めていってくださいね、はい、これ体験みたいなことをやらせていただいてます。お子さんだけだとか思われがちなんですけども、大人の方一番よく皆さん久しぶりにこう集中したとかってよくおっしゃいますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。